皆さんこんにちは。今日は睡眠の話をさせていただくんですけれども、このバックグラウンドについて猫っていう言葉は皆さん語源知ってますか？2つ説があって、1つはネズミを取るものという意味で猫だそうです。もう1つは寝てばっかりいるものということで猫で、私も猫大好きなんですけど、皆さん睡眠に関してですね、どういうイメージを抱かれているか。人によっては眠る時間もったいないと、人生の3分の1を寝て過ごすなんてとてももったいない、その間勉強や仕事がや遊びができたらなんて素晴らしいって思う人もいるでしょうし、人によっては眠りこそが我が世の幸せって思っている方もいると思います。私にとっては本当に睡眠というのは謎です。でこのスライドはですね、このいろいろな、哺乳動物ですけども、哺乳動物種で1日に平均何時間ぐらい彼らは眠るかというのをまとめた方がいまして、それをこの進化系統樹あるいは睡眠時間の短いものから長いものまで代表選手を並べたものです。一見して分かるようにですね、その1日の睡眠時間動物種によって非常に大きく異なります。短いものでは 3,4 時間しか寝ないし、長いものは20時間近く1日寝て過ごすということですね。でこの図でですね、実は一番重要な唯一のことっていうのは、眠らない動物、少なくとも哺乳動物に関する限り眠らない動物というのは一つも知られていないということが一つ。もう一点非常に重要なのは、種によってこの特有の睡眠時間があるということですね。つまり、一つの種の中で各個体を見ると、その各個体の睡眠時間のばらつきというのは意外と少ないんです。人間もそうですけれども、人間の場合ほとんどの方が必要とされる睡眠時間としては6から8時間の間に落ちるというふうに言われています。で各個体の中で見てもですね、昨日今日明日の睡眠時間というのは一定に結構強く制御されていまして、意外とばらつきがないんですね。でその睡眠の制御、睡眠の量が例えばどのように調節されているか、これも全くの謎なんですね。で私の考えではこの現代の神経科学のブラックボックスの一つなんですけれども、今言ったようにですね、なぜ全ての動物、人間も含めて眠るのか、なぜ眠らなければいけないのか、この逆に言うと睡眠の機能ですね、何のために睡眠があるのか、これが実はこれギリシャ時代から自然哲学者が問うてた疑問だそうですけれども、いまだに満足いく答えがない。こんな誰にでも分かる単純な質問に対する答えが未だにないということですね。からもう一つは、先ほど言ったように睡眠がいかに調節されているか、これに関してもすっきりした答えが全くないです。でこのことにちょっと違う観点から言うと、眠気って赤字で書きましたけれども、眠気ってあれですよね、私たちが毎日体験する非常に身近な主観的な感覚だし、眠気は動物でも人間でもですね、いろんなパフォーマンステストをすることによってかなり正確に測ることができます。また眠気は定量的な感覚です。つまり少し眠いとか、ものすごく眠いとか、全然眠くないとか、そういう定量的なものですね。ですので眠気というのはそこにあることは間違いないんですけども、脳の中で、脳に関係したものであることもおそらく間違いないんですが、脳の中で眠気が物理的にどのように表現されているかって、これ全くのブラックボックスなんですね。ですので睡眠の基礎科学においてこの2つというのがビッグクエスチョンとして残されていると私たちは思っていて、これにきちんとですね、明快な答えが得られれば、これは本当に素晴らしい科学の発展になると思っています。一方、そのこれ2つ目のセッションの真ん中のトークで一番中途半端なトークなのかもしれませんけれども、役に立つということですね。睡眠の障害って大問題です。日本国内だけでも1年間の睡眠障害による経済損失が3兆5000億円という試算がありますし、医学的にもですね、ここに書いたように非常に重要な問題であることは間違いない。それを解決するためには基礎を分からなければいけないということですね。で、先ほど今眠気の実態が全く不明だと申し上げましたけれども、その表面的なですね、現象は何十年も前から結構詳しく記載されています。で、多くの方が唱えてるんですけれども、この甲状腺制御って難しい言葉ですけど、要は徹夜明けで眠いっていう話と、体内時計による睡眠の制御ですね、これが一番強く現れるのは時差ボケですけれども、この2つが組み合わさってですね、我々の
睡眠のリズムっていうのは決まっているというふうにモデルとしては言われてるんですね。でこれ人間の例ですけれども、横軸時間で この部分が起きている時間、ここが寝ている時間と思ってください。そうするとこのプロセス S って難しい言い方しましたけども、これがその恒常性制御という、言ってることは極めて単純で、起きている間に何かこう睡眠に対するデマンド、睡眠ニードが増えていくと、睡眠負債とも言いますけれども、でそれが寝ていくとそれが解消される、そういう簡単なこうフィードバックですね。でもしこれだけしかないとすると、朝起きた時が一番眠くなくて、夜寝る前が一番眠くなっちゃうはずなんですけれども、実際にはそうはならないわけです。それはどうしてかというと、もう一つこの体内時計によるプロセス C と業界では呼ばれてるんですけど、体内時計による制御がほぼ逆方向に働いていて、まあ、だから体内時計的には一番眠いのは実は朝の4時ぐらいで、夜の8時9時10時ぐらいが実は一番眠くないんですね。でこの2つが組み合わさることによって、昼間ほぼ一定の覚醒度を人間の場合保っていると考えられています。で非常によくわかる、なるほどなるほどと分かる図なんですけど、よく考えてみるとですね、これ横軸は時間なのでいいとして、縦軸のこの実態ですよ、これが一体何を表しているのかっていうのが全く何も分かってないというのが、この分野の惨憺たる状況なわけです。でこの2つに加えてですね、もちろん動物の脳というのは、なんか非常時になったり非常に興奮したりすると、まあ、少なくとも一過性には眠気を忘れる能力があるわけですね。それも極めて動物の機能としては大事な、脳の機能として大事なことなわけですけども、そういう制御も組み合わさっているということで、この表面的な現象論、同じことを繰り返しますが、よく分かっているけどそのメカニズムが何も分かってないというのが現状だということです。でここまでが実は私一番お伝えしたかったことなんですね。睡眠は謎ばっかりだということです。で私たちが睡眠学に入っていったのは狙って入っていったわけではなくてですね、20年近く前にこの、オレキシンと私たちが名付けた脳内物質の一つなんですけども、それを見つけたことが、たまたま見つけたことが始まりでした。でこのものはこの視床下部と言われる、これネズミの脳ですけれども、これ大脳皮質で、一番奥のすごい奥深いところにだけそういうものを作る神経があります。でこのものがですね、見つけた当初はその物質としては見つかってよかったよかっただったんですけども、一体脳内で何をやってるのか全く分かんなかったんですね。でこのオレキシンになるものを作れない、いわゆるノックアウトマウスと、これオレキシンが作れないマウスです。それをこれ夜間の赤外線カメラで夜間の行動を観察しつつ、脳波と下が筋電図を取ってます。首の筋肉の動きですね。今これ顔を洗うようなグルーミングという動作をしているんですけども、突然ここに立ってこう床にペタッと落ちてしまって、急にその行動を停止してしまいます。でよく見るとですね、脳波が少しこう規則正しいような感じになってきてですね、小谷先生のやり方でやるとちゃんと差が出ると思うんですけど、これ実はですね、覚醒、先ほどもちろん起きてたわけですね、最初覚醒からレム睡眠と呼ばれる状態に直接移行した瞬間だということが分かります。でこの覚醒からレム睡眠への移行というのは、それだけで完全に異常でありまして、実はこの現象だけでですね、この瞬間を見ただけでナルコレプシーという病気だと。でここまで来るといきなり覚醒に戻って何事もなかったかのように行動を再開しています。この覚醒からレムに至るという、これだけを見てですね、ナルコレプシーという診断がつくわけです。でこれが人のナルコレプシーの患者さんの例なんですけども、この方も実はオレキシンがなくなってしまっている患者さんで、この黒いセーターを着ている女性ですが、これ情動脱力発作という名前のついた、まあ、一種のレム発作なんですけども、この隣の方とジョークを言い合って笑った瞬間にですね、その笑いがトリガーになって、非常に不思議な症状なんですが、こうやってあの体の力が抜けて倒れてしまうということで、想像力たくましくすると、先ほどのネズミと実は同じ、神経科学的には同じ現象が起こっているということが分かっています。同じ方ですね同じようにこの友人かパートナーと何か笑ってますよね、ジョークを言い合って、それがトリガーになって倒れてしまうという。でこれレム睡眠ではないんですけど、レム睡眠に近い状態になっているということも分かっています。というわけで、このナルコレプシーというのはですね、一言で言うと、まあ、これあの一番患者さんが困るのは居眠りをしてしまうという居眠り病なんですね。逆に言うと覚醒を正しく維持できないというのが病気です。で
もう少し理屈っぽく言うと覚醒睡眠のスイッチングがすごく不安定になってしまっているというのが病態整理の根本でありまして、そのためにこういうノンレム兆候レム兆候が出てくるということですね。で重要なことはほとんどのこの患者さんでこれをきちんと持っているナルコレプシーの患者さんのほとんどでオレキシンが先ほどの脳内物質が欠乏しているということが現在では分かっています。で残念ながら症候治療しか今のところありません。そういう病気なんですね。でなんでオレキシンなくなっちゃうかというと これは人の脳を死後脳を切ったものをオレキシンで染めたものなんですけども、ここにポツポツと見えているのはオレキシンを作る神経細胞なんですが、それがなぜかですね非常に選択的に脱落してしまっているんですね。この同じ領域にある他の脳の同じ部位にある他の神経細胞は全く影響を受けていません。なぜかこういうことが起こることによってオレキシンが欠乏しているのがナルコレプシーだということです。でこの一つの病気の原因が分かったってことは素晴らしいことですし、それからそれをきっかけにしてですね、今非常に今進歩しつつある分野っていうのはこの今言った覚醒と睡眠のスイッチですね、それを司る実行系と私は呼んでますけど、実行系の神経回路が日進月歩で今分かっていっています。先ほどの影山先生のお話にもあったオプトジェネティクスで光遺伝学という手法を駆使してですね、皆さんが多くの研究者が今やっていて、この覚醒を促進する神経細胞群と睡眠を促進する神経細胞群があって、それがお互いがお互いをせめぎ合うようなですね、これこの T 字っていうのはこれ抑制の意味なんですけども、お互いがお互いを抑制するような回路を作ることによってこのシーソーのようなフリップフロップと呼ばれてますけども、これがあるんだということが今分かってきているわけですね。でその中にあってこのオレキシン の神経細胞っていうのはこのシーソー全体を安定化させかつ覚醒の方に傾ける、脳内の、覚醒因子の親玉のような立場にあるんだということが今皆さんが認めておられます。でだとすればですね、その内因性の覚醒系を少し抑えてあげれば眠くなるんじゃないのという考え方が、成り立ちますよね。ですのでこのオレキシンの働きを少し抑えてあげれば上手にやれば眠り薬になるんじゃないのということです。で実際このアイデアはですね、アメリカのメルクという大きな製薬企業が実現しまして、一昨年ですね、本当に新しいタイプの不眠症治療薬として実用化されました。ですのでほんのちょっと役に立ったということですね。ほんのちょっとなんて言うと怒られるかもしれないですけども。で私たちはですね、私たちも薬を作ることを目指しています。でこれは先ほど言ったようにオレキシンの働きを抑える薬ですね。で私たちがやろうとしているのは逆にオレキシンをの働きを真似るような薬、作動薬って専門用語で言いますけども、それを作ろうとして、でこれの狙いは当然先ほど言ったようにナルコレプシーというのはオレキシンがなくなってしまうことによる病気ですので、それを治そうということでございます。ナルコレプシーは残念ながら1000人に1人か2000人に1人ぐらいの、それほど稀ではないけどあんまり顧問な病気ではないので、なかなかですね製薬企業がその投資を回収する自信がないということで手を出さないので、アカデミア発の創薬をやろうと今やっとこういうですね、これが受容体の分子模型だと思ってください。そこにはまり込むようなこういう分子がプロトタイプといえるような医薬のプロトタイプができた段階です。でこのものが実際効くかということで、先ほどのナルコレプシーのマウスモデルに、これ睡眠遷移図という図でこの赤く印をしたところがさっき言った発作なわけ、ナルコレプシーの発作なわけですけども、そこに投与してやると、これは生理食塩液、この先ほどのオレキシン作動薬を投与してやると見事にですね覚醒も誘導されるし、この発作が数時間にわたってなくなっているということが分かります。からこのものはですね、実は経口投与でも効く薬でありまして、マウス本来、ね、眠っている昼間に投与してやると覚醒がちゃんと誘導される、これ正常のマウスでも誘導されるということになります。ですのでこういう薬をもし本当に作ることができれば、少なくともナルコレプシー の病院レベルでの治療薬になるし、うまくすればですね、ナルコレプシー以外のいろいろな状況によって眠くてしょうがないという疾患を持つ方々たくさんおられますので、そういう方に助けになるかもしれないし、今日は言いませんでしたけども、実はオレキシンというのは長い目で見るとですね、痩せさせる方向に働くホルモンでもあるんですね。ですので肥満とかメタボリック症候群の予防にもしかしたらつながるかもしれないという野望を持って今本当に本気でですね医薬を作ろうとして頑張っています。で今日はもう一点ですね、今進行中の非常に大規模な
タイプの生物学にしては大規模な実験について触れさせていただいて終わりにしたいと思います。で、先ほどこれ見せた、もうすでに見せたシーソーがあるよという図なんですけれども、このシーソーの存在とその詳細は今日進月歩分かっていってるんですけども、じゃあこういう覚醒と睡眠を切り替えるスイッチが脳内にあることはよく分かったと。しかしそのじゃあスイッチをですね、例えばこの睡眠側に押す指は何なのかということです。つまりその指が最初に申し上げた眠気ということなんですけど、その実態が何一つ分かってないということです。で、これもうちょっと理屈っぽく書き直した図なんですけども、こういう覚醒と睡眠を切り替えるスイッチがあったときに、それを、まあ、例えば覚醒から睡眠の方に促すような力というのが働くんですね。それが英語で言うとスリープニードとか、日本語で言うと睡眠負債とかいうことです。で、大事なことはですね、これがどうやってフィードバックを受けているかというと、近過去の私たちの脳はですね、近過去の覚醒量どれだけ起きてたかっていうのを累積的に常に測定していて、だからここにこの積分のマークを書かせてもらいましたけど、その累積値によってこのプレッシャーが変わるんだというのが考え方です。で、これモヤモヤにしたここの部分が全く分かってない、実態がこういう考え方はよく分かるんだけど、その実態が全く分かってないという。で、どのぐらい実態が分かんないかというと、皆目分かんないんですね。で、皆目分かんないというのはどういうことかというと、仮説を立てることができない、取っかかりがないですね。ですので仮説を私たちは立てることを放棄しました。理科の時間にこういうこと言うと怒られるので言わないでくださいね。で、仮説を立てない探索研究は、まあ、こういう考え方で、まあ、虚心坦懐にとにかく目の前のデータを全部見ていこうという考え方なんですけど、探索研究の良くないところはですね、すごいお金と人をつぎ込んで何も出ない可能性があるわけです。で、いいところはもし何か見つかると、あの仮説って結局人間が小さい頭で考えたストーリーですので、それよりはるかに大きいものを見つけられる可能性もあるということですね。で、具体的にどうやるかということなんですけど、現代の医学生物学の研究の王道、やり方の王道っていうのは、この俗にリバースジェネティクスというやり方がほとんどですね。遺伝子、ある特定の遺伝子に着目して、それを何か操作すると何が起こるかという考え方です。で、ところが本来のメンデル大先生が始めた遺伝学というのは、形質とか症状からスタートして、エンドウ豆の色がどうだってことから遺伝子にたどり着くという、これが本来のジェネティクスで、これを上手に使うと探索研究に使えます。言うは優しなんですけど、実際やるのは大変で、どうやるかっていうとですね、マウスのゲノムにランダムにですね、本当にサイコロを振るようにランダムに点突然変異をパラパラパラっと1匹あたり50箇所、まあ、構造遺伝子に限って言えば50箇所ぐらい入れる技術があります。で、それを使ってランダムに DNA に傷のついたマウスを作ります。で、こういうマウスをですね、数十匹数百匹見てても何も起こらないんですけど、数千匹見ると時々変なやつが出てくるんですね。で、ここが大変なんですね。その数千匹のマウスにおいて、まあ、睡眠ですので、まあ、脳波と筋電図さっき言ったように測んなきゃいけないんですけども、それをえちらおちらやるとたまに変なのが出てきて、そうするとうまくするとこの遺伝性の睡眠覚醒異常のあるマウスの家系というのが同定できるという。今ゲノム学のこのインフラが非常に発達しているので、ここまでいけばですね、そこから原因の遺伝子変異を同定する、ここのステップっていうのは今すごく早く半年ぐらいで済むことができます。で、そういう目論見のもとにやっていったんですね。で、この部屋、これあの巣箱が並んでいて、この黒っぽく丸く見えてるのがマウスなんですけど、この部屋一部屋で80匹のマウスの睡眠を同時に何日にわたって測定することができます。で、こういうことを繰り返してですね、5年ぐらいかけて数千匹本当にやりました。で、今日はその中から1個だけお話しして終わりにしたいと思うんですけども、このスリーピーと我々が名付けたマウスの家系ですね、これあのまた睡眠遷移図で一番下のこのレベルが覚醒なんですけど、これ24時間で全上半分が昼間、下半分が夜で、マウスは夜行性なので夜は大体起きてます。これが正常だと思ってください。それに比べると遠くから見てもこれも夜も寝ちゃってますよね。それからよく見ると昼間の睡眠量も増えてます。つまり非常にスリーピーなマウスです。過眠症ですね。で、これを、遺伝子をこういう家系解析をやって突き止めることができます。で、この同じ家系の中でスリーピーなる遺伝子に異常のあるものとないもので比べると、これ横軸覚醒時間、1日の覚醒時間で、マウスはまあ大体14時間ぐらい覚醒してるんですけども、それが大体3分の2ぐらいに覚醒時間が減って、その分
まあ、睡眠が増えちゃってるということですね。でこの遺伝子はですね、実はその、まあ、名前はどうでもいいんですけど SIK3 っていうそのあの細胞内のシグナル伝達系の遺伝子だったんですけども、これどうもこの辺りのどっかにあるらしいということがその後の解析で分かっていて、いよいよこの図に迫れるんじゃないかというのが今の期待です。というわけで、あのまだ本当に大規模なあの実験始まったばっかり、まあ、その結果がやっと出てですね、始まったばっかりだとは私は思っています。でこの手の話っていうのは、まあ1人や2人や3人でできることではなくて、先ほど黒木先生からお話あったように、ごく最近あの先月ですね、3週間ほど前にやっとこの6年間かけて一方だけペーパーが出たんですけども、あのこのペーパーのオーサーの数っていうのは37人もいるということで、まあ、生物学としてはかなり大規模なやり方です。というわけで TRIIS という組織で今あの、まあ、この世界で唯一の睡眠の基礎科学に特化した研究所ということでやらせていただいています。ご清聴ありがとうございました。